言うてもね、やっぱりね、偉そうになってんすよねこんな仕事してると。あの頃そのバイト先で給料袋入って渡された時、やっぱり両手でありがとうございますってもろうてたなと。なんでわしはありがとうございますって両手でもらえんようになったんやろとちょっと思いましたね。あ、これうわ、タコ大将にしてる。へー、すごいね。よいよいよい、どうやったん。わしが着てたやつやん。漫才のスーツ着るよりなんか引き締まるかもしれない。お笑いの仕事してるのが月に3回か4回。あとはたこ焼きやればいい。何も芸人っぽいことせずにずっとたこ焼き焼いてた方。はい、この感じね。最初の1投目を入れるのが大事。はい、完璧。いや、たこ焼き焼くの好きやったんかな。やりたいことをやってみよう、この街で夢を叶えよう、どこにチャンスがあるかわからへんぞ、さあ夢の第一歩、どうせやるなら楽しもう、仲間もきっとできるだろう、人と出会えるきっかけあふれてる、バイト探しはインディード。あの、ノブとネタ合わせしてた場所ですね。はい、どうも、千鳥です。お願いします。オーディション落ちてんのに何の根拠もないけど、すごい自信だけありましたね。我ながらすごいな。いや、これね、嬉しいのよ、本当に。いらっしゃい、いらっしゃい、焼けたよ、たこ焼き。カップルでたこ焼き食うてる時は一番ええわいかにかん大悟が焼いたやつを食べましょう次あかんとあかんわ。おー、くさー、びっくりした。いや、どうしよう。大悟のたこ焼き食べたい。あ、焼くわ。こっちの母親じゃないけど、月に一遍ぐらいあのうなぎ弁当を作ってくれた一番うまい。高いうな重より。自分で決める人生や、何をもっての幸せか、悩んで迷ってほんで上向いて一歩一歩進んでいこう。自分のために汗かける、人のためにも汗かける、そんなあなたをみんなが好きになる、仕事探しはインディード、さあみんなで働こう。